バカ。どうも、あえちゃんです。皆さん、お知らせを見たらわかるかと思うんですけれども、ついにですね、2022年の年末特別生放送の情報がこちらに解禁されましたよということで、下の枠を見ていただきますと、なんとなんとスペシャルゲストがいつもの方ですね。まあ一面のメンツでちょっとね、笑いが出そうでしたね。一応ここの文章読んでほしいです。2022年のバウンティラッシュを振り返る企画の実施やアップデートの情報、また新キャラの発表など注目の最新情報をたっぷりとお届けします。2022年の最後の生放送、ぜひお見逃しなくと書いてあると思うんですが、大事な情報2点ありますよね。アップデートの情報って書いてあると思うんですけども、このアップデートの情報って何ですかね。まあ、4周年を迎える手前に、さらにですね、バウンティラッシュの環境が良くなる、新たにですね、追加される、いろいろとね、何かが情報が追加されるのではないのかなと思われますので、ここがかなり熱いところなのではないのかなと思います。で、さらになんですけれども、一番の皆さんの大注目、新キャラの発表ということで、ここで新キャラの発表、やはりですね、新キャラ来ると思ってましたよ。で、新キャラの発表があるっていうのをね、期待したくなかったけど、新キャラの発表ってここに書いてあるとね、もう不安で不安でマジで嫌だと。で、ここで新キャラがですね、いつ出るんですかね。もう僕の予想では1月1日にですが、実装するんじゃないのかなと思ってるんですよね。キレのいい1月1日ですね。で、一応12月の30日に、まあここで生放送で発表するかと思われるんですけれども、その発表の時にですね、一応何が実装するかな、以前にも予想したと思うんですが、まあ31日って言ったらロジャーの誕生日だと思うんですが、ロジャーってありえんのかなと思うんですけど、ロジャーって技とか何にもないんで、まあ、ロジャーはもう 100% 論外だと思いますし、で、エース君の可能性っていうのがめちゃめちゃ高いと思ってるんですよね。まあここでもしエース君がないのであれば、ヤマトの人獣型があるのではないのかなと思っていますし、で、エンマゾロは俺4周年だと思ってるんですが、もう4周年でエンマゾロが来ないのであれば、ここの枠に、まあ、エンマゾロ、まあ、キングが来てるので、これを、匂わせる感じで、エンマゾロが実装、まあ、これもあるのかなと思ったりするんですけれども、皆さんですね、12月30日の金曜日ですね、生放送を楽しんでみましょう。この枠は、とても激アツな、生放送となっておりますので、ぜひ皆さんお忘れないように注意してもらえればなと思います。いや、本当に生放送楽しみなんだけど、超フェス3体はきついよ、助けてくれ。